ゃんです。ちゃんです、はい、今日は何しに行きますか？床のピザと床のケタイと床のチコと、はい、ちょっとね、床のご飯とどういうことした？床、まあ床、全部床です。ありがとうございます。はい、私がもうすぐチェジュに来て、あの結婚ビザで取ってから1年になるんですけど、早いね、うん、早いね。あの怒涛のビザの準備からもう1年経ってて、まああと1ヶ月ぐらいあるんですけど、日本に結構行ったり来たりするので、事前にやってないと出国が難しくなったりするので、一応1ヶ月前の今申請をしようと思います。で、必要な書類はどういうのですか？婚姻関係さ、あ、婚姻関係証明書か、うん、と私の住民登録、旦那さんの身分証明書、私の外国人登録書とパスポートと、と私のパスポート、そうそうそうって感じ。おー、多分ね、うん、なんか今私たちネットでこうブログとかで調べて持っていく書類が、まあ今4つぐらいなんだけど、なんかね、日本人の人のブログで今住んでるそのお家が私たちのものではない場合に、その家主さんとの関係書みたいなのが必要かもしれないってことだったので、一応なんか契約書というか、あのお家を契約した時のその書類っていうのも一応念のため必要ないかもしれないけど持ってきた感じです。で、申請するのはチェジュ市にある出入国事務所、チュリックバリソっていうところで行ってきます。まあ、あのソウルに比べると全然人が少ないので、すごく楽に行ってきます。日本人はよく一人しかいないと思うよ。もしかしてね。そうそうそう、なので行ってこようと思います。バイバイ。今ご飯食べに来ました。せんちゃん、何食べんの？私、ステーキ丼。ステーキ丼。めっちゃ乳首。はい、それでは今日出入国事務所から帰ってきて、今外国人登録証というかビザの、更新ができました。で、そうね、これこんな感じで期間がね長くなったんだけど、1回目は私は1年の結婚ビザっていうのかなをもらっていて、で今回2回目の更新だったんですけど、今回は2年のビザがもらえました。で、なんかこう妊娠してたりとか、そうね、妊娠してるっていうなんか書類とかがあれば3年とか一気に行けたりするみたいです。はい、そんな感じで無事更新してきたんですけど、思ったよりチェジュの出入国管理事務所も人がね結構いて、だいたいそうだな30分ぐらいは待ちました。予約ができるかわかんないんだけど、ソウルの方は予約していかないとその日にやってもらえないっていう風にも聞いたので、その辺出入国事務所とかにもし行かれる方は電話とかして聞いて行くようにしてみてください。まあビザってすごいなんか難しいし、用意する書類いっぱいだし諦めかけそうになるんですけど、でもちゃんと手順を追って準備していけばもらえるものなので、そんなにこう考え込まず準備するようにしてください。ナンスで、なんだっけ、何が必要だったんだっけ結局。あ、にしこさん、そう、婚姻関係証明書と、旦那さんが韓国人の場合旦那さんの方の住民登録書と3万ウォン、あ、そうそう、3万ウォンが更新代ね、あとはパスポート、うん、私のパスポートと今の現在持ってる外国人登録書と、あとなんかその出入国事務所でもらう書類、そのビザ更新の書類をその場で書いた感じになります。なので家主さんとの契約書とかっていうのは結局必要ありませんでした、私たちは、うん、なのでそんな感じでした。
もし気になる方がいたら、参考になれば嬉しいです。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローさせて、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。